去年の決勝戦と同じ為替となったこの試合、倉敷工業は1回3番藤原がライト線へタイムリー、1点を先制すると、岡山城東もその裏押し出しのデッドボールで同点に追いつきます。この後両チーム1点ずつ加え、試合は延長戦に。10回の表、岡山城東は永井が気迫あふれる投球で倉敷工業から3者連続三振を奪うナイスピッチング、流れを引き寄せます。そしてその裏、岡山城東はサヨナラのランナーを2塁に置いて、バッターボックスは8番山室、ライト前へ弾き返し、2塁ランナー3塁を回り、一気にホームへ。岡山城東がサヨナラ勝ちを収め、去年の雪辱を果たしました。いきなり5点を追うことになった津山工業は2回、1塁3塁のチャンスをつかんで9番藤田、トップに帰って原田と打線がつながり、5対3と詰め寄ります。しかし倉敷商業は3回、7番三好のヒットを足がかりに4連続ヒットで畳みかけ、8対3と突き放すと、8回に2点、9回には6点を奪って16対4と大差をつけました。岡山県北部から初めて甲子園出場を目指した津山工業は夢かなわず、倉敷商業が6年ぶりの出場を決めています。